もいっぱい頑張ったね。ひかりちゃん、まひるちゃん、帰ろ。うん、かれんちゃん。お腹すいた。ちょっと待った！あ、ジョンジョン？かれん、劇フェス用の百字コメント、今日までよ。まだ出してないでしょ。あ、忘れてた。もうダメじゃない、カレン。神楽さん、あなたもよ。う、お二人ともほんま忘れん坊さんなんやから。カリンはんはほんまそそっかしいな。ほな、うちらは帰りましょか。双葉はん、花やぎさん、あなたも出してない。なに？昨日の夜、ちゃんと書けって言っておいたよな。バレてしまいましたわ。まったくもう。みんな練習で忙しいのはわかるけど、提出物と提出期限はきちんと守るように。はーい。ずいぶん成長したと思ったけど、こういうところは相変わらずなんだから、みんな。でも、みんなが書いたコメントは、劇フェスで配られるパンフレットに載るそうよ。写真付きで。写真付き？それって、私たち、舞台少女としてデビューしちゃうってこと？デビューか。確かにそういうことになるかもな。私もコメント書き直そっかな。ねえねえ、みんなどんなこと書いたの？ボンジュー、ジュッシー、サイジョー、クロディーヌ。去年に引き続き、今年も青少音楽学園の代表に選ばれました。子役時代から培った確かな実力を存分に発揮して、皆様に最高のエンターテインメントをお届けします。こんな感じよ。少し硬すぎたかしら。あんたのも見せてよ、天童マヤ。天童マヤと申します。去年より今年、昨日より今日、より高く、より輝くスターを目指して精進してまいります。私よりも硬いなんて、ま、そんな気はしてたけど。二人とも本格的だね。まひるちゃんは？青少音楽学園の露崎まひるです。私が全国学生演劇フェスタに出演できるなんてびっくりです。一生懸命頑張りますだよ。いいねいいね、なんかすっごくまひるちゃんっぽい。ちょっと恥ずかしい。参考までに私のコメントは、はじめまして、青少音楽学園2年 A 組学級委員長、星見純奈です。私には舞台を目指す上で心に刻んでいる言葉があります。備えよ。たとえ今ではなくとも、チャンスはいつかやってくる。ウィリアム・シェイクスピアの言葉です。私はこの言葉を胸に日々努力を重ねてきました。その甲斐あって私は今回全国学生演劇フェスタという。華々しい舞台にこうして立つことができました。これも努力の方向性が間違っていなかったという確かな証明に。ジェンナちゃん、それはかなり文字数オーバーかも。え、嘘？困ったわ。どこを削ろうかな。双葉班はどないなコメント書きはったん？別に、どんなのでもいいだろう。うちに内緒で黙って提出して。さぞや英文章が書けたんやろな。イスルギ双葉です。劇フェスには初めて出演します。頑張ります。なんだけど。しょうもな。普通にも程がありますわ。もうちょい、なんかこう、
出してないやつに言われたくねえよ。はっ、暇、英文章ひらめきましたえ。日本舞踊、千花流の花やぎかおることす。うちが主役の舞台、楽しみにしといておくれやす。あたしのと大して変わんねえじゃんか。それに、まだ配役も決まってないっての。ねえねえ、バナナのは？教えて。青少音楽学園の大バナナです。今年はなんと、我が青少音楽学園から9人も選出されました。みんなで最後まで怪我なく、素敵な舞台が作れたらいいなと思います。変かな？全然変じゃない！とってもバナナだよ！うんうん。なんだか私も描ける気がしてきた！だよね、ひかりちゃん！私、無理、ダメ、苦手。じゃあ、ひかりちゃん、みんなで一緒に考えよ。難しく考えるより、自分らしさが大事なのでは？自分らしさ。そうそう、思ったことや頭に浮かんだことを書けばいいのよ。神楽光です。子供の頃に見たスターライトが忘れられず、スターを目指しています。激フェスに参加できて光栄です。こんな感じどう？すっごくいいと思う。じゃあ私は青少音楽学園愛情カレン。カレンちゃん、続きがわかんない。難しいよ。イコゴミ、ニコゴリってどうやって語ればいいの？意気込み言ったね、カレンちゃん。意気込み、青少音楽学園愛情カレンです。どんな舞台になるのか、今からドキドキワクワクしています。舞台少女は日々進化中。みんなでキラキラの舞台を作ります。あー、カレンちゃん、それとっても素敵だよ。うん、すごくいいと思う。それじゃあこれで決定。ジュンジュン、はい。文字数が減らない。ここを削って、やっぱりこっちを削るべきかな。ジュンジュンってば。コメントね。うん、ちゃんと全員分揃ったわね。じゃあこれで運営本部に提出してくるわ。パンフレットがすり上がるの楽しみにしましょう。あー、ジュンナちゃん、コメントの文字数制限は守ってね。わかってるわよ、もう。どうしよう、冬休みの個別課題。私たち基礎体力の強化になっちゃったね。伊達のお稽古とかヘロヘロだもん。一緒に頑張ろう、カレンちゃん。そうだ、毎日ちゃんと続けるために一つできたらシール貼っていくのはどう？私、ジャガヒルシール持ってるし。ジャガヒルってマヒルちゃんの地元のキャラクターだ。北海道の。かわいいよね。ちょっとマヒルちゃんに似てて。おばあちゃんにもそう言われてた。よーし、じゃあ何を頑張る？バッチリ、体力アップアップ。ここ2周は大した距離ないよ。これじゃあバッチリじゃないと思う。1、2、3、4、5、
6、バナナ、8、あ、大丈夫？カレンちゃん。足に引っかかっちゃった。もう一回。今度は、ゆっくり行こうね。1、2、3、4、5、6、バナナ、8、あ、私、縄跳びの才能ないかも。そんなことないよ。ほら、靴紐が引っかかっちゃっただけ。危ないから他のことにしよう。他のこと？あ、思いついた！どうしたの？カレンちゃん。そんなに急いで寮まで戻ってきて。ここここ！じゃーん！寮のキッチン？ここで何するの？それはね。はい、出来上がり。実家から届いたばかりの真昼芋で作ったふっかふかのジャーマンポテト。いただきまーす。はっ、うんうんうん、真昼さんおいしい。はい、ふわふわふわ。はあ、よかった。美味しくって体力もつく。これは一石二鳥だよ。確かにつきそうね。お肉も。あ、ひかりちゃん。ひかりちゃんもよかったら食べて。今お腹いっぱいだから大丈夫。あ、行っちゃった。でも、ひかりちゃんの言う通りだね。ちゃんと運動もしなくちゃ。舞台少女じゃなくて、舞台お芋になっちゃう。うん、食べたらちゃんと運動します。まひるちゃん、準備はいい？いっくよー。えい！カレンちゃん、バドミントンとっても上手。それ。あ、ごめん、右に行き過ぎちゃった。絶対取る。えい。息ぴったりだね。ちゃんと体力もつきそう。楽しい。これなら長く続けられるね。そりゃ。まだまだ行くよ。それ、ホームラン。カレンちゃんのスマッシュすごい。もしかしてカレンちゃん、バドミントンすごく才能あるんじゃ。それ、9回裏ツーアウトからの逆転サヨナラホームラン。カレンちゃん、それじゃあ野球だよ。カオル子、まだか、カオル子。おー、もうちょい待ってーな。早くしろって。数量限定のお菓子なんだから、売り切れる前に行かないと。わかってますやんか。あー、寒い、行きたくなくなってきた。あたし一人で行けとかなしだぞ。お前がバイク出せって言ったんだからな。ちょっとぐずっただけですやろ。お師匠さんみたいにぐじ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 うるさいんやから。ん？なんだって？なんも。珍しいよな、お前が実家にお土産なんて。たまには親孝行もいいか。まあ、エビでタイを釣ろうかなってことで。そういうことか。あ、ふたばはん、寮に電話忘れてもうた。あれほど何度も忘れ物ないか確認したのに。ったくしょうがね。あたしから離れんなよ。大げさやな、ふたばはんは。別に迷子になんてならしまへん。はぐれたら面倒だからな。ほら、カオル子。え？手？人多いし。恥ずかしいわ。子供やないんやから。でもまあ、ふたばはんがつなぎたいんやったらしゃあないな。はい。はぐれたら面倒だからって言ってるだろ。はい、到着。あー、かわいい。椿のキーホル
よ。つまみ細工か。繊細ですっごくいい仕事してるよな。ほいで例のものは？地下1階の食料品売り場みたいだな。そこのエスカレーターで降りよう。ありました、エフタバハン。あのお店や、満月堂。ここのお店限定の満月うぐいす餅、あるだけよろしゅう。ふたばはん、最後やて。はい、一箱お願いします。あ、危ないとこやったわ。ギリギリ買えてよかったな。お師匠さん、うぐいす餅に目がないし。あ、あそこのみたらし団子おいしそうや。ふたばはん、3時のおやつにどない？ったく、しょうがねえな。すみません、このみたらし団子2つお願いします。あっちのもなかも気になりますわ。天皇はんたちにも買って帰ります。すみません、もなか10個入りお願いします。あ、あれも。さすがに買いすぎだろ。まだ気になるもんあんのか。って、カオル子？カオル子？しまった。はぐれた。やっぱあの羊羹にしまひょか、ふたばはん。って、ふたばはん？どこ行ったん？迷子にならはりました？ふたばはん。もう、だから言わんこっちゃない。あたし？そっか、なるほど。迷子センターか。あいつ、頭良くなったな。迷子ってなんやの？まるでうちが迷子みたいやないやの。迷子なんはふたばハンドス。おい、カオル子。って、こら、係の人に迷惑だろ。怒んなって。天下の花やぎの名前に傷がつきましたわ。迷子なんはふたばはんやのに。ああ、そうだな、私が悪かった。行くぞ、帰る前に寄りたい店あるし。椿のキーホルダーのお店？うん、このつまみ細工のキーホルダー、お揃いにしないか？と違います。カレンハンとカグラハンみたいやね。あたしはこの紫。うちは桃色。ふたばハン、貸して。たまにはうちがこうたるわ。え、いいのか、カオル子。今日はちょっと手間かけさせましたからな。おおきに、ふたばハン。ふぅ、寒い寒い。少しの時間でも練習しとかなくっちゃね。クロちゃん、ポンチョ。ポンジョ、どうしたのカレン。こんな早い時間に。休日の朝5時よ。具合でも悪いとか？違うよ、今日から学校お休みでしょ。お家に帰るから楽しみで眠れなくて。早起きしちゃったんだけど、まだ電車がないから待ってるんだ。何よ、びっくりするじゃない。まだ授業あったのかと思ったわ。気をつけて帰るのよ、カレン。いってらっしゃい。ボンボヤージュ。良いお年を。今日くらいは負けたくないわね、天道マヤに。一番乗りかしら。ま、そりゃそうよね。私の方が先に部屋を出たんだし。おはようございます。ああ、なんでもういるのよ。
愛情さんと楽しくお話ししているようだったので、お先に失礼させていただきました。くー、競うところはそこではないのでは。わかってるわよ、そんなこと。年が明ける前に一度くらい勝ちたかっただけ。私は一日たりとも油断しません。今日も切磋琢磨しましょう、西条クロディーヌ。そのつもりよ、天道マヤ。あれ、もうこんな時間。いいレッスンができました。お疲れ様。今何かドアの方で音が聞こえなかった？まさかまたゴース。確かめてくるわ。ちょっと何よこれ。ドア外から閉められちゃってるわよ。まあ、レッスン時間が増えましたね。サボンベッチ、何悠長なこと言ってるのよ。このまま夜になったらどうしよう。夜の飛行機でパリに帰るのに。それは一大事です。星見さんに連絡しましょう。星見さんも台場さんもつながりませんね。ありがとう。いいわ、間に合わなかったらその時考える。まだ少しだけ時間あるし、きっとそのうちジュンナも気づくわよね。そうですね。では。何よ。え、バームクーヘン。ボアラ、どうぞ。西条さん、お腹が減るとイライラしますから。でも一個しかないじゃない。お構いなく。じゃあ半分こにしましょうよ。わかりました。うんうん、かわいい。ここのバームクーヘンはふわっと濃厚な口当たりで、お紅茶によく合うんです。ほんと濃いめのアッサムティーが欲しくなるわね。ってあんたってお菓子のことになると結構喋るわよね。美味しいものは人の口を軽くさせるものです。星見さんからです。天道です。はいはい。ではお願いします。どう。星見さんがすぐに駆けつけてくれるそうです。飛行機は間に合いそうですか？ねえ、すぐに出れば間に合いそう。それは何より。ではお気をつけて、西条クロディーヌ。フランスでもレッスンに気を抜かないことです。はあ、いいお湯でした。ふん、にゃうにゃうにゃ。え、ナナ、ちょっとナナ、こんなところで眠ったら風邪ひいちゃうわよ。あれ、ジュンナちゃん、私寝ちゃってた？ナナが居眠りするなんて珍しいわね。昔のカレンかと思った。下のノートぐしゃぐしゃよ。あら、本当だ。どうしたの？昨日も遅くまで机に向かってたみたいだし。秘密と言いたいところなんだけど、ジュンナちゃんならいいかな。あのね、私脚本書き始めたの。え、学校が本格的に始まったら時間なくなっちゃうから、冬休みの間にある程度書いておきたくて。いいじゃない、素敵じゃない。 B 組のマサイさんもナナには脚本の才能があるって言ってたし。私もおニューバナナになりたいんだ。ナナ、どんどん書くべきよ。それでどんなお話？
人々が幸せに暮らしてる架空の南の島が舞台で、大筋は決まってるんだけど、行き詰まってるのね。書き始めるとなんだかリアリティがなくって。なるほど、わかったわ。ナナ、私にも一肌脱がせて。え？ナナ、明日はお出かけするわよ。シナリオハンティングに。シナリオハンティング？というわけで。図書館？無学は神の呪いであり、知識は天に至る翼である。シェイクスピアの言葉ね。ここなら南の島の歴史とか写真とか、あらゆる知識が手に入るわ。そっか、物語を書くためにはまずその世界とそこに住んでいる人たちについて知らなくちゃいけないってことか。私が良さそうな本をいくつかピックアップしてくるから、まずはこれを読んで待ってて。南国の生活史。ジュンナちゃんいつの間に。ふむ、南の島って土着の神様を信仰しているところが多いのね。信仰が生活そのものになっていると。ん？本探してきたわよ。ひとまずこれくらいかしら。1、2、3、11冊。読み応えのありそうな量だね。これは写真集で、こっちは民族史で、それは近代史。その2冊は前後編で、南国を舞台にしたファンタジーよ。ありがとう、ジュンナちゃん。さすがだね。集中したわね。そろそろ帰らなくちゃ。うん、おかげで脚本書ける気がしてきた。シナリオハンティングの甲斐があったわね。ジュンナちゃん、ありがとう。私のために時間費やしてくれて。何よ、改まって。私なんてナナに支えられてばかりなんだから。何か言った？その、私だってナナに助けられてるから、これくらいお安い御用っていうか、私も少しはナナの力になりたいっていうか。大したこと何もしてないよ。ナナはいるだけでみんなの癒しになるのよ。いるだけで空気が変わるの。今日私にナナの秘密を教えてくれて嬉しかった。私も全部自分で抱え込まなくていいんだって分かったのはジュンナちゃんのおかげ。一人じゃないって分かったのはみんなのおかげ。でも私が脚本書いてることはまだ秘密ね。分かったわ、二人だけの秘密ね。ジュンジュン、バーナナ、おかえり。愛情カレン、ただいま実家より帰りました。二人はどこに行ってたの？秘密。なんで？どこ行ってたかくらい教えてよ。カレンちゃん、ヒカリちゃん、もう着替え終わった？バナナ、ご飯おかわり。カレン、ほっぺたにご飯粒ついてる。また寝てる。しかも二人とも。もう、制服シワになっちゃうよ。いい加減二人とも起きなさい。お正月は終わりだよ。目覚めた？今日はお布団干したいし、お掃除したいの。二人ともすぐ散らかすんだから。なんかお母さんみたい、マヒルちゃん。ママヒル、
私はあなたたちのお母さんじゃありません。今日は二人でお出かけするんでしょ。あ、そっか、そうだった。そうだった。ひかりちゃん、お出かけしよう。ん、今日カレンとそんな約束してたかしら。いいから、いいから。本当に大丈夫かな。難しい演目だけど、うまく演技してね、カレンちゃん。どこに行くの、カレン。レッスンルームに行こう。お休みでなまっちゃったし、ギュンギュン練習しちゃおう。それなら、レオタード取りに戻らなきゃ。そうだね。あ、じゃあ、寮に戻ろう。夕方までキッチン使うからよろしくね。ああ、戻っちゃダメ。じゃなくて、戻るの大変だから違うところに行こう。そう、ちょっとお買い物したいんだった。じゃあショッピングモール。カレン、その日ショッピングモールには絶対来ちゃダメだぞ。ダメダメ、ショッピングモールは今日は近づいちゃダメだって。誰が？占いで。とにかくノンノンなの、ひかりちゃん。いつにも増して迫力のあるノンノンね。じゃあ水族館に行く？そうだね、水族館なら電車に乗ってスイート。私たちは駅ビルにある雑貨屋さんに行くから、駅は使わない方がいいわね。のんのんだ。うん。公園に行きましょう。公園か。公園は。公園はオールオッケーだよ、ひかりちゃん。あっちで何かやってる人がいるよ。すごーい、ひかりちゃん、すごいよ、あの人。すみません、弟子入りさせてください。あ、カレン、見習うべき行動力ね。空気の入れ方から。ひかりちゃん、お待たせ。はい、これ。ミスターホワイトのバルーンアート。ひかりちゃんのために作ったんだよ。はい、どうぞ。え、師匠のお手本は上手だったね。今度はもっとキラキラなの作れるように頑張るから。カレン、ひかりちゃん、退屈じゃなかった？うん、見てるだけで楽しかった。ミスターホワイトももらったし。カレン、ありがとう。どういたしまして。すっかり夕方になっちゃった。ひかりちゃん、帰ろ。もう、いいの？うん、多分、もう大丈夫。そう、カレンたら本当に隠し事が下手なんだから。大丈夫かな。大丈夫かしらね。料理組はともかく、心配なのはカオルこと連れ出し担当のカレンってとこか。私もすごく心配。特にカレンが。光を寮から遠ざけてほしいけど、駅とショッピングモールは避ける。しかも怪しまれないように。彼には難しいミッションかもしれないわね。ま、こっちはこっちのミッションをやり遂げるしかないか。さて、3階のグッズ売り場へ行くわよ。星見ってやっぱ頼りになるよな。ついてくだけでいいから楽ちん楽ちん。そのセリフ、花柳さんが聞いたら怒るんじゃない？
でも本当のことだからな。こないだもここで迷子になってたし。カオル子のやつ、クロコや天道に迷惑かけてないといいんだけどな。クシュン。誰か噂してはりますわ。きっと私と離れて不安にならはった双葉班やわ。案外羽伸ばしてるかもしれないわよ。そんなん許しまへん。こんな計算外、許されないわ。まさか売り切れなんて。人気商品だったんだな、あれ。探すしかないわね。8人みんなで決めたんだし。よし、気を取り直して駅ビルに行ってみよう。どれどれ。あ、2階にグッズ売り場がありそうだぞ。ここも売り切れだなんて、どうしよう。まあまだ時間はあるし、諦めるのは早いって。商店街の方にも行ってみようぜ。前向きよね、イスルギさんって。そうか。昔はカオル子がひねくれもんだったからな。とにかく前に引っ張んなくちゃいけなかったし、後ろ向きになる暇なんてなかったんだよ。納得だわ。むしろ尊敬の域ね。クシュン、クシュン。あら、また双葉に噂されてるじゃない。くしゃみ2回で悪い噂と言いますし。じゃあきっと悪口言われてるのね。二人してなんてこと言わはりますの。そないなこと絶対ありまへん。あるとしたら、あそこの角の店だな。ごめんください、探してるものがあるのですが。そうですか。売り切れ。え、在庫のある店舗を調べてくださるんですか。ありがとうございます。イスルギさん、さっきのショッピングモールに逆戻りよ。取り置きのキャンセルが出たんですって。よっしゃ、行こう。あれだけ歩き回ったのに。イスルギさん、さすが。ピンピンね。こんなの盾の稽古に比べたら序の口だよ。やった、ついに買えたわ。ああ、やれやれ、これで私たちのミッションは完了だな。それにしても長旅だったな。こんなに手こずるとは思わなかったよ。あとはラッピング用の包みだけね。神楽さんって何色がいいのかしら。その中からだと青とかじゃない。じゃあ青の包装紙に赤色のリボン、ちょっとゴージャスに金色のリボンとかどうだろう。いいわね、似合いそう。めでたい日だしな。思ったよりかさばるわね。イスルギさん、それ重くない？へっちゃらへっちゃら。星見だって買い出しで両手埋まってんだし、これは私が持つよ。力強くて頼もしいわ。毎日花ヤギさんの荷物まで持ってるものね。最近自分のものは自分で持つようになったんだぜ、あいつ。へえ、すごい進歩ね。ま、それが普通なんだけど。でもこれで私たちのミッションはバッチリね。あとは他のみんながうまくいってることを祈るだけよ。急いで帰ろう、カレンたちが帰ってくる前に。そうね、お料理組や飾り付け組を手伝いましょう。ラッピングもしなきゃだし。チョキ
チョキチョキ。無理や、うちの指先はこんなことするためにあるんと違います。おセンス持つんで精一杯やのに。一番簡単そうだからって自分で選んだんじゃない、その作業。線に沿ってハサミを入れるだけですよ。カオル子はバレエのクペも苦手だから。今それ何の関係がありますの？クペはフランス語のキルが元なのよ。そうですか。 A、B、B、R が何ギアはなんて形してるんや。穴がいらん。漢字に変更しますか？単でも良いのでは。無茶どす。切り終えたら壁に貼るのよ、カオル子。で、あんたは何の作業をしてるの？折り紙？こうやって紙を何度も何度も重ねて折って、ハサミで切ります。適当に切ってるように見えるけど。そして開くと。セクワッサ、何したの？鳥の形になってる。すごいわね。私はペーパーフラワーよ。もうこんなに作ったんだから。どう？早いでしょ？だんだん上手になっているじゃないですか。いちいち上から目線なんだから。ま、いいけど。私が膨らませた風船の方が大きいわ。どうやら肺活量は私が上のようね。ちょっと、なんか言いなさいよ。風船の大きさは揃えた方が見栄えが良いのではないでしょうか。確かに。もう少し上です。あと少し左。そう、そこです。ここね。あ、マヤ、ちょっと画鋲取ってくれる？ガーランドも風船も飾ったし、綺麗じゃない？お料理の美味しそうな匂いもしてきましたし。うんうん、順調じゃない。ん？何見てるのよ、カオル子。なんていうか、天道班と黒班は仲良しなのかそうでないのかわかりまへんな。仲良しに見える？あら、仲良しではないのですか？仲良しのつもりだったの？私はそう思っていましたよ、西条クロディーヌ。あんたがそう思うなら別にそれでいいけど。仲よろしおすな。ところで切り終えましたえ。ハッピー。まだそれだけ？残りは？これからどす。これからってあんた時間が。大丈夫だす。もうぼちぼち。カオル子、今帰ったぞ。ほら帰ってきた。続きは双葉班がやってくれますえ。はあ？自分の担当終わってないのかよ。そんなこったろうと思ったけどさ。そもそもうちが飾り付け組ってこと自体がおかしいやろ。こんな細かいチョキチョキ。じゃあカオル子は何ならできるんだ？お料理の味見担当とか。ええからほら、チョキチョキは任せましたえ、双葉班。たく、しょうがねえな。へっへん、完成。どうよ。美しい。本当に器用で上手ですわ、イスルギさん。おかげで飾り付けも時間内に間に合ったわ。双葉に感謝しなさいよ、カオル子。うちは自分で働かんでええようにできてるだけや。不器用なんとちゃいます？いや、お前も働け。仲良しね。仲良しですこと。小麦粉、卵、バター、生クリーム、それからフルーツがたくさんに。人参と玉ねぎと海苔と
あとは実家のジャガイモがたくさん寮に届いてるからこれで足りると思う。まひるちゃんの実家のお芋は本当に美味しいよね。毎回大量に届くときはびっくりしちゃうけど、バナナちゃんがお料理してくれるから本当助かる。さあ、お買い物も終わって材料も揃ったし、筆を振るわなくっちゃ。みんなも喜んでくれるといいな。ケーキまで手作りなんだもん。きっと喜んでくれるよ。じゃあ、私がケーキとデザート担当で、私がジャガイモ料理と手巻き寿司担当。ナナヒルクッキング。小麦粉をふるいにかけて、バターを湯煎にかけて、オーブンは180度に予熱。卵を割ったボウルに砂糖を加えて、ハンドミキサーをかけます。さすがバナナちゃん、手際がいいな。私、お菓子はレシピ見ないと作れないのに。じゃがいもを茹でて皮を剥きます。熱いうちにホクホクにマッシュして。じゃがいもは皮を剥いてから茹でないの？先に茹でてから皮を剥くと、じゃがいもの旨味が逃げないっておばあちゃんに教わったんだ。バナナイス。知らなかった。私も今度からそうしよう。洗い物も並行してしなくっちゃ。ボウルと包丁洗っちゃうね。じゃあ私はそれを拭くね。なんだか思い出すな。うち実家が大家族で、毎日洗い物がたくさんで、おばあちゃんが食器を洗ってくれて、私がそれを拭いてたの。今も変わらず大家族ね。私たちみんな家族みたいだもん。バナナちゃんがお母さんで、まひるちゃんはお姉ちゃんね。カレンちゃんはずっと末っ子だと思ってたけど、最近はすっかりお姉ちゃんね。末っ子はひかりちゃん？そうかも。スポンジケーキ、クッキー、フルーツポンチ、スイートポテト、ポテトサラダ、ジャーマンポテト、マッシュポテト、フライドポテト、それから手巻き寿司。なかなかすごい量になっちゃったね。洗い物もかなり溜まっちゃった。ただいま。おかえり、ジェンナちゃん。あ、もうこんな時間？スポンジケーキ急いでデコレーションしなくっちゃ。テーブルの上も片付けなきゃ。どうしよう、カレンちゃん戻ってきちゃう。大丈夫よ、二人ともまずは落ち着いて。洗い物は私がするから、二人はテーブルとケーキをお願い。さすがジュンナちゃん。長女はジュンナちゃんかも。何の話？生クリームの硬さはこれでいいかな。いちごはこんな感じで切っていい？バッチリ。さあ、デコレーションしましょう。うわー、バナナちゃん職人さんみたい。生クリームがバラになってる。スポンジというステージの上で生クリームが踊ってる。こんなところでも舞台少女としての素養が試されるなんて。奥深いわ、ケーキ作り。そして仕上げにメッセージを書いたチョコレートプレートを乗っけて。はい、出来上がり。カレンと光がもうすぐ着きそうよ。お部屋の飾り付けも完成だす。部屋の電気を消して待機よ。みんなで光ちゃんをお祝いしちゃおう。ねえねえ、光ちゃん光ちゃん、今日は何の日でしょう？
イヤホンの日？そうなの？知らなかった。って、違う。今日はね、ひかりちゃんのお誕生日でしょ。覚えていてくれたの？もちろんだよ、ひかりちゃん。大事な人のお誕生日、忘れるわけないでしょ。ありがとう、カレン。それから、ミスターホワイトの風船も。これからもずっと一緒にお祝いしようね、ひかりちゃんのお誕生日。うん、カレンの誕生日も、大人になっても、おばあちゃんになっても。ひかりちゃんと再会してから今日までジャンプしたみたい。もうなんかぐるぐるでギュンギュンでバッタバタだったね。ひかりちゃん、今日は一日付き合ってくれてありがとう。うん、楽しかったよ、カレン。ただいまー。あ、クラッカー。おかえりー。これは、わあ、すごい。みんな豪華なお料理たくさんだ。じゃがいも料理もたくさんあるし、お好みの具を乗っけて作る手巻き寿司もあるよ。お部屋の飾り付けもかわいい。これみんながしてくれたの？アルファベットをハサミで切るん大変でしたわ。いい暇つぶしになりましたけど。カレンが企画したんだぞ。みんなでひかりちゃんのお誕生日したいって言っただけだよ。そしたらみんなが協力してくれて、こんなにすごいことになっちゃった。ひかりちゃん、泣いてるの？泣いてない。そろそろパーティーを始めましょう。お料理が冷めちゃうわ。いただきます。ふぅ、もう食べられまへん。デザートもあるみたいですよ。あ、じゃあそろそろあれだね。あれ？これみんなからのお誕生日プレゼントよ。開けてみて。これ、ミスターホワイトの斑点、ずっと欲しかったやつ。限定生産でなかなか手に入らないのに。あの絶妙にダサい斑点が、あんなもろて喜ぶセンスがようわかりまへん。カグラの好みなんだからいいだろ。確かにダサいけど。ひかりちゃんといえばミスターホワイトだからね。はい、次はバースデーケーキよ。ろうそくをつけて電気を消すよ。思ってなかった、みんなにこんなことしてもらえるなんて。ひかりちゃん、カグラハン、お返しにうちにスターライトのクレールの役譲ってくれてもええよ。カグラ、イギリスの学校だとどんなレッスンしてた？今度一緒に練習しようぜ。カグラさんとカレンが主役の座を射止めたように、私も次の主役を目指して負けません。青少祭に激フェス、ひかりちゃんと同じ舞台に立てて私も嬉しい。英語版のスターライトの一節今度演じてみせて。私もフランス語版やってあげるわ。カグラさんが演じるクレール、楽しみにしていますよ。ひかりちゃん、私もひかりちゃんとお友達になれてよかった。これからもよろしくね。じゃあみんな、せーの、お誕生日おめでとう。みんな、ありがとう。さあ、ケーキ入刀しようよ、ひかりちゃん。それは、なんか違うんじゃないかしら。